本日は皆様に私の身内が親戚の身内なんですが亡くなってしまったんです。私の小さな頃、子供の頃よく私の面倒を見可愛がっていただいた幸お兄さん、とてもいいお兄さんでした。なんか本当の兄弟のように私のことを弟のように可愛がっていただいて面倒を見ていただきました。とてもいいお兄さんでした。だからそのお兄さんはもう今年ステージ4になってガンで亡くなったんです。ちょっとが乾いてきたので、ちょっとここで目薬をさしたいと思います。本当にいい方でした。一緒に行く食事をして、一緒に美味しいご飯を食べて、一緒に寝て、一緒に風呂に入って、とても良かった。一緒にも旅行にも行きました。その幸お兄さんが亡くなって私はすごく悲しいんです。なんと今その亡くなったお兄さん、その遺言とともに残ったそのお金、その亡くなったお金、その亡くなったお兄さんが亡くなってからのそのお金なんですが、また涙が乾いたので今目薬をしてます。そんなわけでして、そんなわけで、そんなわけでございまして、残りの族のみんなの分けるそのお金、それは一体どうなっているんでしょうか。みんなに分けるお金、私がいただくお金、それは皆さん私たちのその家族の兄弟のみんなにそのお金をみんな分けるというか、そのところのお金はどうなったんでしょうか。私はお金がもらいたい。 ありがとうございました。